まあ一応取っておくか。冥界の第5に関しては今1でしょ。だから4日後ぐらいに解放されるんじゃないかな、確か。うん。パールの宝具、パーグ、パール、まあ、基本宝具2以上あるんだったらスカジシステムはいい。で、スキルレベルで言うと、パールは、NP 獲得量アップのやつ、あれに関しては20欲しいかな。だからレベル最大だね。で、それ以外はま、俺9とかで止める感じになるかな。予備符配布されたら使っちゃう派。いや、予備符に関しては基本残すかな。まだ。もっとこれで。サモさんシステムやれた。いいね。サモさんシステム、銀、フィン、スカリーでやれた。あー、サバフェスのやつだったのか。いいね。ヘブンズフィールのやつからパール欲しかったけど、今回のやつでゲット全く来なかった。あー、なるほどね。パールバッティは、一発目欲しい時に割と簡単に引けて、それ以降はのんびり来たからな。L キル当てれたら、外に出て、セラーって言ってきます。いや、これでエルキル当たったら俺もステラーって言いたいよ。ピックアップって何なのって。まだ、エルキルに関しては多分来ないよね。ピックアップまだされてないよね、確か。パールはクイックでクリ殴りするわ。ああ、もうパールバッティか、パールバッティ、基本、まあ、クイック性能を上げてたらクリティカルでポチってやったら結構削れてくれる。サバ率高い。全然見てないんだけど。俺、どちらかっていうと、星5霊装を嫁ぎたいから、星5霊装の方が欲しいんだよね。今、90までパール上げた。いいね。みんなシステム気にしていけど、9で組めない。アストロフに関してはシステム組めないけど、NP50% チャージっていうのがやっぱ強くない？うわ、これなんか嫌な予感がする。これで終わりじゃね？確か。あ、終わりじゃなかったわ。気のせいだったわ。なんか違う。せめてイベント霊装が出てくれるだけで嬉しいんだけど。ん？あ、けどランサーは出やすい。まあ、全部ジャガーマンか何らかしらだけど、ジャガーマン出るな、やっぱり。なんか星3サーバントはまだピックアップしてる気がするな。一番4がしないけど。わはは。起きたオルタが98で119、もう少し。あとちょっとじゃん。あと1個聖杯。というか今回のイベントで、やってなかったらゲットできる感じか。今回のクリスマスイベ初めてなんですが、10箱制限ありますが、それでもメリーシープの交換は優先した方が効率は良いでしょうか。概念レースをあるじゃん。ガチャ引いて、星5概念レースとか星4概念レースのイベントアイテムだね。イベントアイテムを持ってるんだったら、わざわざ意識して交換する必要はないかなと正直思う。俺はね。だからまあ、後回しでもいいんじゃないかなとは思うよ。ジャガー、ストゲンというか星3サーバントはやっぱ基本宝具5ないときついかな。というかやっぱ5の方がいいと思う。槍にはレベ100のライコーがいる。運用違うかも。あーなるほどね。俺そういう時オール枠に置いてるわ。あとなんか HDMI の調子が悪すぎてひどいんだけど。こんばんは。オッケー、ありがとう。この概念レースを確かあとちょっと欲しいんだよな。アナちゃん欲しくて50連引いた。アナちゃんこれでエデちゃん3枚めっちゃいい引きしてるけど違うってやつだね。あれあれだ。宝具後のギルがようやく100になった。いいじゃん、お疲れ。前回メリーシープ作ってる、あ、前回メリーシープ作ってる人は別に交換しないでいい。もう普通に好きな素材カン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 集めていけばいいだけ。カンカンっていうワードこれ合ってる？違うよ、ね、絶対効果音違うかった。金ランサーからのアナちゃんはもうそれは知らない。正直なところ金回転はほとんどアナちゃんが来る可能性の方が高いから、星3サーバントはやっぱ宝具レベルのこと考えたら、やっぱり、3以上は欲しいね。まあ、やっぱ3だから5にしたいっていうのもあるけど。なんかこれさっきも見たな。ランサー枠がワルキューレ宝具3しかいないんですが、エレシキガル引くべきでしょうか。ワルキューレ宝具3がいるんだったら無理に引くべきではないと思うけどな。まあ、ランサーの星5が欲しいとか思うんだったら引くのは割とありだと思うけど。
100連したけど金サバゼロ。きついなぁ。FGO、それがあるからな、本当に。闇だよ、本当に。ああ。星5レースをあざます。宿る。たとえ認識されなくてもね。スカスカパールいるからエレちゃんを。エレちゃんに関してはシステム組めない時とかに使えばいいんじゃないかなとは思うけど。まあ、システム組めるのがやっぱ一番強いっちゃ強いんだけど。地味に NP 獲得量が足りないとかそこら辺かな。エレちゃんおめでとう。無課金で400下回ってたら正月とかでやっとけばいいんじゃないかな。エレちゃんそう50-50。え、ガチャ特に何も出てない。星5冷蔵が1枚出たなぐらい。金ランサーでアナちゃん来て白目になってエレちゃん来た。よかったじゃん。あ、おやすみなさい。マニアはかわいい。てか俺それよりもなんか今日 HDMI の調子が悪すぎてすっごい気になるんだけど、星5レース来ないかな。一気に3枚来てくれたら俺すっごい嬉しいんだけど、今回なぜかステンノが来て、なんと金回転で星5が出るときって反映した派手に仕様になるってありますか。いや、ないと思うよ。演出に関しては概念霊装のレベリングに関しては上げる気がないんだったら別に上げないでいいと思う。ただそのステータス欄で攻撃力アップ順とかで見る人がいるんだけどね、そういう人がいてそこら辺飲んでちゃんとサポランに使われたいって思うんだったら、あ、まあフレポが欲しかったらレベリングは上げておくべきかなって感じかな。それでいいと思う。あ、ああ、ああ、うん、知ってた。年末あたりにピックアップ。年末あたりのピックはなんかスカサハとかマーリンとかいろいろあるよね。リベレーソー8枚。羨ましいな。いいな。エレちゃん持ってるか星5レーソー目当てで課金あり。いいとは思うけど。20K 課金して星5ゼロだったけど、カレスコ来たんで OK です。ええやん。男性絶対動かさないパーティー編成しない。俺もう動画作ってるんだけど、ミリオパでスキルとかいろいろやってたし。星5霊装出ねえな。星5霊装出ないんだけど、星5霊装が欲しいんです私は。ああ出なかった。何年目だ、30年目か。アナちゃんあざます。アーナちゃんは宝具1でも、まあ、あれスキル強化しとけば普通に強いかな。まあ、スキル強化してなか、スキル強化じゃない、宝具強化だ。宝具強化してたら強いけど、なかったらって感じかな。地味に俺ここのところにさ、フィルターでさ、この、貯蓄されている、石。呼び札けやるか、じゃあ。アビーちゃんからもらった予備符を。最初ステラ宝具にフランでスカスカできますか。フランはスタンが入っちゃうからちょっときついと思うけどな。ボックス宝物庫だから。いやマジでこれってコストパフォーマンスめっちゃ良くなんだよね。あの石、ログインの石を気にしないでいいから、正月の時にどれぐらい溜まってんのかすっごい気になるんだよ。アナちゃん、アナスタシア。違う、アナちゃんは、あの、メデュサランサのことです。アナちゃん、宝具16。やば。すっげえローリングしてる。カゲロウさん、コウモリさん。チャンネル登録ありがとうございます。アナちゃんはなんかこの前のガチャにいつの間にか宝具2になってた。なんと。ナンサーだ。じゃあ我慢だ。違う。星5レースをくれ。星5レースを、プリーズミーイッチ。星5レースをください。正直、エレシキガル出てくれても嬉しいんだけど、星5霊装の方が俺は嬉しい。星5霊装、ライア違う。星5霊装来て。地味にこのフィルター便利だから、もしガチャ金したいとか思ってる人がいるんだったら、やってみるといいと思うよ。まあ、予備符だけオフにしておくっていうのもありだし。来ないか。カレスコとエレシキガル、いいなぁ。俺は違うんだよ。ランサー出る確率高いな。ロムルス、ローマ。星5レースを。今10連したらケンスロ来た。なんて、すり抜けやん。いや、一本線の時の希望とかなんもないな。
フィルター、しかし衝動が。まあ俺課金してるからっていうのもあんのかな。あのフィルターに関しては割と俺便利だからやってるんだけど、スターリーナイツってアリアル2枚凸あるんだったら、あ、無理して作る必要はないかな。基本ガチャさんの連装に関しては、まあ凸れるんだったら凸った方がいいけど、まあやっぱ無理して作る必要はないかな。バキョさんチャンネル登録ありがとうございます。今出してる石も回収してプレゼントボックスに戻したい。わかる、俺それができるんだったらすっげえ無償積分だけ直したいんだよね。心にフィルターかけられない。物欲センサーがマシマシだわ。わあ、概念霊装すら来なかった。星4の概念霊装すら来なかったんじゃないこれ。すり抜けカルナさんはきついな。違う、その NP 獲得量アップじゃないんだよ。いや優秀だよ、虚数は優秀だけど違うんだ。おや、時間は戻らないものだ、うん、最終確認はしっかりしたかい。まあまあですな。さすがにこれ以上引くのはやめようかな。うん、まあ正直星5霊装あと1枚だったら負荷を追いしても良さそうだけど、ちょっとこれ以上は闇な気がするからやめましょう。あ、動画止めよ。Thank you.